今の聞こえた？ええ、どこから？あそこ。もしかしてグラチェス君かな？早く捕まえて帰りましょう。だってここ寒い、寒すぎる。私寒いの苦手なの。風邪ひいちゃうわ。風邪ひきそうな時は首をトントンすればいいよ。ありがとうオシュト。首をトン。ちょっと、それは鼻血の時でしょ。適当言わないでよ。あら、叫んだらポカポカしてきた。いつも楽しそうだね、マヒナは。おかげさまで。とにかく、あの雪山に登ってみようか。慣れぬ顔、旅のものだな。ここは霊峰アルタヘ。この地の守護者グラチェスの住処だ。この雪は止むことはない。グラチェスが長い間山頂から降らせているのだ。あんなことがあってから。あんなこと？グラチェスを襲った狩人たちがいたのだ。それから我らは関所を設けグラチェスを守っている。寒いのに大変だね。お疲れ様。待て待て、ここは何人たりとも通さん。よく見ればその耳、獣か魔物か。信用ならんな。ちょっとどうなってるの。獣は信用ならんってさ。うわ、失礼しちゃう。そんなこと言われちゃ引き下がれないわ。仕方ない。消しかけるしか道はないみたいだ。よし、やるか。私の獲物だ。ねえオーシュット、首トントンしてあげましょうか。大丈夫、
それよりも、なんだ、獣か。あ、ごめんね、うるさかったかな。うん、今の鳴き声、まさかお前か。人間じゃねえな。うん、よく言われる。いや待て、お前なぜここに。オーシュット、この人なぜここにいるの？さっきの門番さんのお仲間でもなさそうだし。そういや、そうだね。チッ、おかげで道が塞がっちまった。仕方ねえ、別の道を探すか。おっちゃん、ここで何してんの？お前こそ何してんだか知らねえが、さっさと帰れ。舐めてっと死ぬぞ。ここの雪はただの雪じゃない。憎しみの雪だ。憎しみ？働いてもらうぜ。私の獲物だ。行っといで。ここからだ。行きますか。戦いは本業じゃないんですね。こんなとこにいたのか。すまねえな、遅くなっちまって。神さんとは会えたか。あっちでは大事にしてやれよ。チッ、来ちまったのかよ。ねえおっちゃん、その人。おいっ子だ。こいつも狩人だった。俺の仲間たちはみんな殺されちまった。グラチェスに。え、
グラジェスは昔伝説の大吹雪を止め、あらゆる外敵からこの地を守ってきた。グラチェスほど強い奴はいない。教会や人々はグラチェスを守護者として崇めた。だが一握りの狩人は崇めるだけにとどまらなかった。グラチェスが偉大なればこそそれを狩ることは異業であると。どいつもこいつも帰り討ちにあったがな。唯一生き残った俺は密かに山へ入るようになった。帰らねえグズどもを探すためにな。お前が雪崩を起こしたおかげで最後のグズを見つけられた。ありがとうよ。さて、最後の仕事が残ってる。おっちゃんもグラチェス君を捕まえたいの？帰るんだよ。死んだ仲間のためにな。獣と人間は憎しみ合い殺し合うもんだ。お前も狩人なら獣を殺してきただろう。生きるためにね。憎しみなんてないよ。狩られる側にとっちゃ理由なんざ関係ねえ。矢が刺さりゃ生まれるもんだ、憎しみってやつは。憎しみ、私にはよくわかんないよ。でもこれはわかる。おっちゃんの狩りはなんか悲しい。そうね、オーシュット、あなたの優しいところ私好きよ。さあ行きましょう。グラチェスが待ってるわ。ありがとうマヒナ、行こう。こちらの番だな。よっしゃ。おの椅子いいね。やれやれ。おのもいいですね。任されたぞ。炎よ、もっと大人げなかったですね。私の獲物だ。いっといで。行きますか。聖火の光輝くたまえ。こっからだ。
ち。やれやれ。イカズチを貫け。こんなもん。こちらの番だな。わあ。戻れだ。来た来た。よっ。行くぜ。おととい来な。怪我はない？しっかりしてよね、私の主なんだから。グラチェス君もまるで体を張って何かを守ろうとしてるみたい。あれって卵？でも割れてる。グラチェスの卵だ。10年前俺たち人間が潰した。グラチェスは狩れなかった。狩られたのは自分らだった。だからせめて卵だけでも潰したのさ。カリウドの名誉にかけてな。許せん。悔いもしないのに命を奪うなんて。名誉ってのはそんなにうまいのか。猿猿、忌まわしき人間たちよ。グラチェス君、ねえ聞いて、君を迎えに来たんだよ。されされ。その醜き心受け継がせてやろう。あらあら、ずいぶん言ってくれること。でもこっちも帰れないわよね、オシュト。ごめんね、おとなしくさせてもらうよ。クラチェス君。よっしゃ、はっ、バレバレだ。行くぞ。私の獲物だ。スイッ。さてと、傷を癒したな。すまん。行くぜ。俺、こちらの番だな。これでどうだ。炎よ燃えろ。ここですか。
行くぞ。こちらの番だな。使わせてもらう。さあ、行こう。行っといで。もらった。行くぜ。しっかり働いてもらうぜ。ここからだ。今だ。悪いな、光。こちらの番だな。ごめん。やったね。はい、どうぞ。ありがたい。こっからだ。これでどうだ。いいです。
傷を癒やしたな。すまない。よっしゃ。てさあ、行こう。どやチャキーン。やった。行くぞ、炎のために大剣将ブランドよ。さてと、あろう。いざ。やれやれ。よっ。だいぶおとなしくなったけど、こっちの声が届いてないな。捕獲できたら、グラチェス君、話を聞いてくれるかも。私の獲物だ。よいしょ。いただき。ガオごめんね。君の大切なものをもてあそんだね。私たちの勝手で。私は守れなかった。大切なものをどうすればいい。どう生きてゆけば。君がなくしたものはもう戻らない。でも君の大切なものは他にもあるはずだよ。そうか、そなたは獣人か。うん、オーシュット、トド母から来たの。悲月の夜が迫ってるから。悲月の夜。ああ、久しく忘れていた。私に守れるだろうか。もちろんだよ、グラチェス君。私たちには君の力が必要なんだ。吹雪が止んだわ。この悲しみを忘れることはないだろう。だが、そなたが思い出させてくれた。私には守るものがもう一つあったと。この力、そなたとトト母のため尽くそう。ありがとう、オーシュット。こっちこそよろしくね、グラチェス君。おっちゃん、死んだの？私たち帰るよ。グラチェスをまさか捕まえちまうとはな。お前さんのおかげで仇も撃てなくなっちまった。となりゃ、ここが俺の死に場所だ。
あのさ、おっちゃん、命は大事にしときなよ。自分の命も他人の命も。名誉なんて食えもしないんだからさ。ほら、こんなとこにいたら凍えちゃう。いつまでもグズグズ言ってないで、さっさと山を降りるよ。お前、話せ。おい、後悔してるぜ。てめえらの勝手でグラチェスを狙ったことを。すべてはあの狩人が来てからだ。黒の狩人。やつは俺らを集め、従え、グラチェスを狩ろうとした。狩りの顛末は知っての通りだ。グラチェスは狩れず、腹いせに卵を潰すことになった。そいつが卵を。やつの責任だなんて言うつもりはねえ。俺らの意志が強けりゃ突っぱねることだってできたんだ。分かっちゃいたんだ。憎む相手は獣じゃない。悪いのは全て俺たちだってな。おっちゃん、いろいろ背負いすぎ。まあ、干し肉食いなよ。いいからいいから。うめえ。おい、アルタヘを見てみろ。アルタヘの吹雪が、吹雪が止んでいるぞ。冗談はよせ。グラチェスがいる限り止むまい。行かれるグラチェスが我らを許すことなど。冗談ではない。グラチェスは許したのだ。こうしてはいられぬ。皆にこの吉報を伝えねば。したとこに行きたいわ。暖かいと眠くなっちゃうんだけど。マヒナはのんきだな。あら、オーシュットには負けるわよ。まあ、マヒナの分までしっかりしなきゃ。オーシュット。知ってるよ、マヒナがしっかり者だってこと。行こっか。ええ。
テラ君とグラチェス君。アクタはちょい小さいけど、思ったより時間かかっちゃったけど、まだ大丈夫だよね。ん？なんかうまそうな匂いがする。相変わらず食いしん坊さんね、オーシュット。でもダメよ、早くジュバ様のところに戻らないと。もう分かってるよ。島のみんなへのお土産は帰りがけに買ればいいか。よし、それじゃあトト母に帰ろう。